再生回数が取れるビーズのギターリフ選手権でってところでドパイアパピピピってってところでちょっとででででででで。そんな感じで、ピカーチャンネルさん、いつも、数字が取れそうなコメントありがとうございます。今日も来ましたね。さすが、数字を持っている男は違いますね。もう今のところほとんどパーフェクトで、ピカーさんの質問の切り抜いた動画は、まあまあ当たってるんで。ビーズのギターリフで一番視聴数の取れるギターリフは何だと思いますか？これはだいぶいやらしい質問でやってきましたね。高評価、チャンネル登録、ありがとうございます。まだチャンネル登録してない人？チャンネル登録よろしくお願いします。まあなんかゼロとかね、言いがちですけど。なんかギリギリチョップとか言いたいんだけど、ギリギリチョップの理由とかって、ちょっとなんかソロ混じりというか、もっとなんか、ずっと同じことを何回もやっているギターリフ、リフレイン、繰り返し。リフというリフが欲しいですけどね。そんなわけで、ビーズのギターリフで一番視聴数を取れるリフは何だ？再生回数が取れるビーズのギターリフ選手権を今からね、やっていきたいと思います。難しいは難しいんだけれども、ちゃんと同じフレーズを繰り返している愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけないとかはセールス的にもいいような気はするけど、まあでもなんか口で言ったりとかしにくいですけどね。ゼロはなんかデデ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 デって言えるんですけど、愛ままのリフ口で言うのはだいぶ難しいでしょ。チェックとルデルとペーペーズカツツル。ペケテクペケテクテクテクテーズンツンティーズンツテーティーティーズツテッドルデルとペーパピピピってルデルデルむずすぎるんですよ、口で言うのが。リフってか、まあ、バッキング、コードみたいなの弾いてるんで、まあ、非常に難しいですよね。そういう意味では、あまりキャッチーではない。ラブファントムって、セールスはいいけど、ギターリフなんかないですよね。ドゥデ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 ってこと。チェレチェチェレチェ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 レチェコーリングね。ウルトラソウル。果たしてあれは、リフと言わないんじゃないかなって気がしますけどね。あの、イントロ。だコーリングは、その、ダガダダダダ、まあ、リフでいいのかな、一応。あれ聞いたら、コーリングだっていう感じはみんなすると思う。これはまあリフと言っていいのかな。なんかちょっと微妙なんですけどね。これがリフかどうか。まあでもなんかあの世界のトップロックリフ何選みたいな動画を見ると、まあその微妙なやつとかもいっぱい入ってますけどね。ラブミーもな、微妙なとこ。テト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 はもう2回しかやらないし、最初と最後にしかやらないですよね、あれ。で、チャーダカタタっていうのも、すごく大きく言えば似てるフレーズを結構弾いてるんだけれども、果たしてあれがリフなのか。あ、そうそう、バッドコミュニケーションね。激しく同意しますね。世間的にもそうだと思います。もう文句なしに、これはロックリフでしょうと。これ今で4回繰り返してるんで、まあ繰り返してると言っていいんでしょうけど、これも意外と出てこないのかな。イントロとアウトロしか出てこないのかな。これもしかして、下手したら。感想とかでも、じゃーん、じゃーんですよね。じゃかじゃーん。さすがバッドコミュニケーション弾いてたらもう200人超えちゃったな。同時視聴者数が。高評価にお願いします。全然高評価増えるわ。オーガールね。まあ、オーガールはもう永遠のヒットリフですね。まあ、それこそ口で言えない系ですけどね、これも。
アイママ、まあアイママな、さっき口ギターやったアイママ、ちょっと弾いてみましょうか。これすごい難しいんですよ。リアルシングシェイクス、まあリフでいいのかな、あれもね。鼓動の果て一択って言ってる人ありますけど、どの部分っていう感じですけどね。リフっぽいのも A メロのとこぐらいじゃない？ギター侍のやつね。サーフィン 3000GTR かっこいいと。まあね、かっこいいんですけど数字は持ってないでしょうね。東京デビルも同じくかっこいいんだけど数字は持ってないだろうな。愛のプリズナー同じく。スイマーよかっこいいんだけど、これも微妙なとこですね。俺ら世代だと割と人気曲でいいと思うけど、ドンピシャ世代の人以外はどうかなっていう感じですね。ギター弾かせてもらってます。よろしくお願いします。長い愛もかっこいい。いやまあ確かにそうなんですよ、かっこいいんだけれども、まあ数字を持ってるかどうかは非常に怪しいと。一部と全部はこれだからリフと言えるのか問題ですね。あもうただのバッキングですよね、もうあれ。ディープキスはかっこいいんだけれども、数字を持っているかどうかというところが非常に怪しいと。ギリギリチョップのリフが聞きたいです。だからリフとか言い出したら、ソロ前のところの方がリフって感じしますよね。ちゃんと繰り返してんなって感じしますね。これにこう飾り付けがついていくと。頂点チャースチャッチチャースクチャースクチャーチャースチャッチチャーってことですか。あれもなー、リフっていう感じもないのと、あとシングルなんだけれども、それ果たして数字を持っているかどうか非常に怪しいと。台風でもクリアいいってリフあったっけ、全然思い出されへん。すごく好きでたくさん聴いてたんですけどね、マグマというアルバムは。レディナビね、古い曲なんだけれども、ロックリフという定義でいいんじゃないでしょうか。あれはすごい難しいっていう問題ありますね。今ならば君の中で踊りたいじゃないですかと。それだからもう本当コアファンに向けてのって感じですよね。シングルのカップリングのことなんか知らんわっていうことだと思うんで、まあ、そんなにグッと来ないかもしれないっていうのと、子さんファンでもまあ俺がそうなんですけど、そのまあ土初期のやつは別にそんなにグッと来てないんで。ででんでで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 か。ホームが好きって書いてる人いますけどね。リフ&オブリ、オブリすぎる感じはありますけど、ね。
さよなら傷だらけのヒーロー、まあかっこいいんだけれども、人気曲なのかどうかっていうのはもうここら辺からだんだんすごく怪しくなってきてるかなって気がしますね。コアファンはすごくかっこいいなと思ってるけどね。ムーブはもうほんまに今弾ける気が全くしないんですけど、大丈夫？ウォーミングアップ。ウォーミングアップしただけあって、あと保険でちょっとゆっくりめに弾いただけあって、まあまあちゃんと弾けましたね。まあムーブもなんかちょっと曲として数字持ってるかどうかみたいな、まあビーズギターファン、まあテラーニファンがいいと思ってりゃうちの動画は多少伸びるのか。まあでもね、伸びるっていうとね、コアファンはもうみんなの俺が何出しても見てくれるんだけれども、一般にどれだけ受けるかみたいなところなんで、きらめく人と言いたいけど数字持ってないですね。そういうことです。きらめく人はもう本当に数字持ってないでしょうね。つわもの走るでしょう今の世代は、となのかな、果たして。ドゥエデドゥデデデデデデデのところをリフと捉えるのか、ダーリャ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 ーなのか、これなんかイントロ1って感じなのかな、テーマを弾いてますみたいな感じなのかな。惜しかったな、今一箇所だけ惜しかったな。うん、高評価お願いします。高評価お願いします。高評価よろしくお願いします。顔とか言われてましたけどね、なんかっていう顔になるでしょ、なんかなんかやろうとした時に。みんな皆さんも実はなってるんですよ。俺はこうやって顔が映ってる状態でやってるからバレてるだけで、皆さんもなってるんですよそれは。あ、ジュースな。数字を持っているなら今夜月の見える丘に。数字は今夜月の見える丘には持ってるんだけれども、これもやっぱりロックリフがないんですよ。これに至ってはもう全くないと言ってもいいんじゃないかな。サビのバッキンがかっこいいんですけどね。 B メロすごいかっこいい。全く弾ける気がしないな。まあかっこいいんですけど、リフではないですね全然っていうところが難しいところなんだな。ジュースはもう明らかにリフですね。まあこんな感じで A メロに入ってもリフが曲全体のモチーフとして残ってるみたいなことはありがちな気がしますね。スティールアライブな。ダダ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 ダレレレレ。まあコーリングもそうなんだけれども、エンディングでそればっかりライブの時繰り返すみたいなのはもう明らかにリフっていう感じはあるかもしれないですね。難しいんだな、これまたな。愛の爆弾もリフって感じではないのかな、どうかな。まあでもちょっとリフっぽいのか、あのパワーコードで弾いてる部分に関しては。
ライアーライアーもまあリフかな。うん。まあ、ちょっとバッキング気味な感じはありますが、Don't Leave Me、あ、Don't Leave Me ね、Don't Leave Me、ダダ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 ですよね。これはちょっといいかもしれないですね。プレジャー、プレジャーもな、そのリフというかどうか問題、テーマ弾いています、メロディーを弾いていますって感じですよね。バーンね、バーンはまあいいかもしれない。まあ、シングル曲なんだけれども、これまあ果たして人気あるのかどうか問題がちょっと気にかかるところですね。スーパーラブソングも、まあでもスーパーラブソングも似たような感じ、やっぱなんか人気があるかどうか問題っていうところですね。リフだとは思います、これはもう明らかに。ここ A メロ入っても、まあこういうリフのまんま続いてるみたい。荒くれ、荒くれもまあマニアックかな、もうもはや今となっては。ディープキスがマニアックなんだったら荒くれもマニアックかな。ユナイトも当然マニアックですね。銀の翼で飛べはマニアックですね。ダイブ、まあリフでしょうね。でそのテーマのままずっと行くし、ダイブはリフでしょうね。一部と全部の裏に隠れて、私はどこまで認知度があるのか問題っていうところですけど、マイロンリータウンはシングルだけどちょっと数字は弱めかなと。まあでもリフではあるっていう感じですね。願いな、あれをリフというかどうか問題。まあリフか、でも。まあそんなわけで、今一応弾いていったやつはほとんど数字を持っているリフと言ってもいいかもしれないやつを弾いていきましたね。ワンノーナインノーね。あれはなんかまあそのメインテーマ部分。でもこういうのもリフって言ってんのかな、なんか世界のリフ100選みたいなやつでは。ワンノーナインノーはでもだから本当はその前のところがリフだと思いたいんですけどね。リフっぽいんですけどね。うんってな感じで、ワンオーナインオーはそこがリフだと思ってるんですけど、なんか感想のところとかでもやってるし、ギター聴きたかっただけの質問でしたと。ピカーチャンネルさんね、ありがとうございます。聴きたかっただけとはいえ、またいい感じの動画になりそうな、オチがないんですけどね、この手の動画やると永遠に続く、これはリフなのか問題、皆さんも考えていきましょう。永遠にこれから先ずっとっていう締めでいいですか。高評価よろしくお願いします。